はい、チンパンジーご覧の皆さん、こんにちは。まもなく2時になりますのでね、チンパンジーのとっておきタイム始まります。それに合わせてですね、こちら、展示場の右側の方のね、この鉄の扉を今、コーンの後ろから、ご覧ください。ただしですね、このコーンに持たれたりとか、このコーンさって投げることあります。ですのでね、皆さんご覧になりながらも気をつけていてください。私たちも、ちょっとね、防御するには限度があります。ちなみに今、そこにいたフコというね、あのくらいの、子供、6歳と7歳の子供が2頭いるんですが、その子たちが来るとちょっとね、草を食べる動物がね、こう食べているんですが、これを今チンパンジーのおやつを、走ってきましたね、行っちゃいましたね。なりながら、この食べ物のお話聞いててくださいね。チンパンジー野生では、アフリカに住んでます。アフリカの赤道付近の森の中に主に住んでます。まあ、平地に住んでるチンパンジーもいますが、結構ね、森の中に住んでることが普通なんですね。ですので食べるものと言いますと、その森の中に、ある木の実、果物、これに加えてですね、季節の野菜や果物も時々あげてます。はい、やっと来てくれましたね。今チンパンジー手に、枝持って、来たチンパンジー、せっかく来てくれたのでご紹介。今34歳になったかな、33歳だっけ、4歳だっけ。なんか食べてる食べてる。